はい、さーい。チャンプローです。ゴールデンゲートブリッジに来てます。こんな感じなんですが、まあこれからちょっとゲートブリッジを、ソーリー、走ってみたいと思います。まあ風が強くてすいませんね、ちょっとうるさいと思いますけど、ゲートブリッジがちょっと渡ってみたくて、まあね、80年ぐらい前ですね、83年ぐらい前でしたかね、に完成したっていうやつですね。自転車を乗ってる人たちが結構いらっしゃるって感じがします。まあ私はね、こんな感じで、まあ映るかどうかわからないんですけど、座ってます、こういう感じで、ね、座りながら、まあね、ゴールデンゲートブリッジ2車線ですね、片側2車線、向こう側は3車線になってるのかな。まあ結構たくさんの人たちが自転車に乗ってますね。Thank you。今は工事中だと思うんですけど、反対側の車線はなんか往来ができないみたいですね、通行が禁止になってるみたいです。まあ、あの自転車の話なんですが、まあ、ここサイドだけですね。まあ、こんな感じでね、自転車を乗る人たちが結構いて、すいませんね、ちょっと揺れますね。まあ結構でかいですよね。昔走って渡ったことがありますけど、わあ風が強い。確か 2.3 キロでしたね。モーニング。I have to let you know our policies forbid any kind of motorized vehicles. Oh yeah? Electric scooter vehicles. Okay. There's no way for you to carry that thing, is there? Okay. Is there any way that you can carry that thing, or would that be very difficult? Well, just go back then. Okay, yeah. Just go back. Okay. I appreciate it. Okay, thank you. Well, おまわりさんが、こっちは、まあサインは書かれてないんですけど、なるべくモーターでは走らないでくれっていうことなんで、まあ一応ここからですね、あそこがダウンタウンですね。まあちょっとね、あの霧がかかってて、なんかボケてますね。で、ワイヤーの長さがこんな感じで、超でかいっていうやつですね。まあ残念なんですけど、戻ります。そうですね、ちょっとこっちのワイヤーの太さがどれぐらいかっていうやつで、まあこんな感じですね、私の手で。上のやつはまたでかい、人が歩けるぐらいの太さだったと思いますね。まあこんな感じで、すいませんけど戻りますね。まあおまわりさんに止められちゃって、表示はないんですけどね、こう走っていけないという表示は見当たらなかったんですが、
こんな感じですね。まあ最近は、電動スクーター、まあウーバーっていうバードとかいろいろ会社があるんですが、そうですね。ああ下をこう見ることができないですね。まあおまわりさんがこういう形でいますね。ビジターポイント、さっきのおまわりさんですね。まあ結構ね高いですよね。何メートルぐらいあるんですかね。まあ残念、海を映すの忘れちゃいましたね。もうすいません、ここから網越しに、申し訳ないです。こんな感じですね、網越しになりますけど。ああ渡りきりちゃったかったですけどね。まあね、しょうがないですね。で、すぐ渡り切った反対側もこういう形で、ちっちゃいインフォメーションパークみたいになってます。ちょっとそこをちょっとまた走ってみたいと思いますね。よいしょ。こういう感じですね。お手洗いもこういうふうにありまして、ありがたいですね。おお、ちょっと風がうるさいですね。まあここからね、ダウンタウンとかを見ることができますね。まあ、遠くになんですが、ベイブリッジが見えるっていうやつですね。うわぁ、寒い。まあ、一周回るとこんな感じです。ぜひね、皆さんもゴールデンゲートブリッジ遊びに来てください。自転車ではね、まあ、歩いてもそうなんですが、渡ることができますんで。こういう感じでね、まあ私の場合はおまわりさんのね、まあ見た目っていうか彼のね、まあおまわりさんいなかったらっていうわけでもないですけど、まあね、モータリゼーションビーヒコは遠慮してくれっていうふうな形でおまわりさんにこう言われちゃいましたっていうやつですね。まあこんな感じでちょっと風がうるさいですね、すいませんっていうことで、今はまあ立ってねこう運転してますけど、まあこんな感じです。安心、またやさーい。